ねえ、そうやな。でもなんかもうそのまあ、切り抜きもさ、申請型になったから、トアも結構切り抜き見てて、最近嬉しいのはね、トア専用の切り抜きチャンネルとかみんなできてんの知ってる？トアのこと好きな人は検索してみてね。しかも結構その質が良くて、質がいいって言い方もあれなんだけど、そのすごいなんかトアのことがちゃんと好きで切り抜いてくれてるんだみたいな切り抜き方をねしてくれてて、まあ、コメントもちょっとしてはいないんだけど見てはいて、でそうすごい嬉しくて、そうだからでもちゃんと申請してくれてると思うんだけど、そうそう何個かねできてて、そう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 、だからもうでもということはもう嫌な切り抜きあったらどん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 言おうとは思ってますね。すごいでも嬉しいなとは思うな、そういう切り抜きとかに対してちゃんと運営さんが動いてくれてるというのは、やっぱ人気だからホロライブもさ、まあ、とはよりももっと人気なホロメンもいて、そのホロメンのなんかすごい切り抜き方をしてるのとかもやっぱりとはもあるし、その人のも見るし、でそれもすごいなんか嫌だなとは思ってたこともあったから、そういうのがその運営さんが動いてくれてるのがすごい嬉しいなとは思いましたね。そう、愛のねある切り抜きはやっぱりいいよねとは思うな。すごい好きなんだろうなって、やっぱ上手にやってるのとか見るとおもろいよな。だしまだその好きなんだけど切り抜き始めてみようって思ってやってて、頑張ってるチャンネルとかを見るのもおもろいありがとうって思うね。だから逆にということは多分みんな申請してきてるから OK だと思うんだけど、その申請してくれてるチャンネルのとこの切り抜きを見たいよね。みんなで見ましょうみたいなやつはできそう。